お疲れ様です。厚見先生の放送室。今回の動画では、廃材で作って遊べるスタンプのアイデアを紹介していきます。保育園なんかの活動で、スタンプ遊びの表現の幅を広げたい。そんな時に、身近な素材や余ってる素材で簡単に作れます。材料費もほぼかかりません。目次はこんな感じ。使い切りのものもありますが、水洗いしても壊れない、何度も使えるアイデアもあります。とても簡単なので、どうぞご参考くださいね。最初に紹介するのはこちら。簡単に表現できるアジサイのスタンプを作ってみましょう。なんとなくアジサイに見えるから私はこう呼んでいます。作り方はとても簡単。これ実はメラミンスポンジを使っています。スポンジスタンプっていろいろ試したんですけど、弾力とか繊維の細かさとかいろいろ考慮したらカット済みのメラミンスポンジが一番手軽でした。これに輪ゴムをバッテンになるように巻きます。このままでも使えるんですが、子供たちが持ちやすくするためにペットボトルのキャップを持ち手に利用してみました。これで完成になります。めっちゃ簡単に作れてめっちゃ可愛いスタンプができますので、とてもおすすめなんですよ。例えば以前アジサイの制作をしたんですけども、こんな感じ。ピンクとか紫系が綺麗ですね。葉っぱなんかもつけたりすればいい感じかと思います。さて、次に紹介するのは余った滑り止めの切れ端でできるスタンプです。こちらも今回ペットボトルキャップを持ち手に使いました。別にこれペットボトルのキャップじゃなくても全然 OK ですよ。こんな感じで余った滑り止めの切れ端に、今回これですね、耐水性ボンド。これ絵の具とかで濡れたり洗っても取れにくい接着剤です。もちろん無理に引っ張ると取れてしまいますけどね。手芸屋さんなんかに売っています。たくさん作りたい場合はこうやって先にペットボトルキャップに糊をつけて、こんな感じで並べて乾燥を待ちましょう。一気に作れますよ。そしてこのまま放置、しばらく乾燥させてから周りをハサミでカットしていきましょう。これこのままでも使えるんですが、今回は持ちやすいように加工していきましょう。もう一個ペットボトルキャップを用意します。でこれ重ねてビニテで巻きましょう。ビニテって濡れても剥がれないので、こういうスタンプには最適ですね。ちなみにこの上下をペットボトルキャップでつなげて作ったスタンプって大きさ的に子供たちの手に結構馴染むんですよね。握って持ちやすいんですよ。結構おすすめなので、スタンピング素材を作る時なんかはぜひ参考にしてみてくださいね。こんな感じで可愛いスタンプになりますよ。あとこれね、別に滑り止めつけなくても丸いスタンプのまま使っても面白いですよ。では次に、冬用になった紐なんかを使ってスタンプを作ってみましょう。例えば何に使っていたかわからない紐なんかが余った時、こんな風にぐるぐる巻くイメージで耐水接着剤で貼り付けます。これ土台は何でもいいんですが、例によってペットボトルキャップを使いました。これが乾燥したら完成になります。これ別に土台は何でもよくって、紐の貼り付け方を変えたり、いろいろ応用ができて面白いスタンプができますよ。次は段ボールスタンプです。こちらも作るのはとっても簡単。余った段ボールを用意して適当に帯状にカット。この時、段ボールの繊維方向を横に断ち切るように裁断してください。で、この帯を適当に折ったり丸めたりするだけで完成です。実際に押してみるとこんな感じ。いろんなバリエーションで作ってみてくださいね。さて、次はペーパー芯を使ったスタンプアイデア。これ、ラップ芯なんかをそのままスタンプにしても面白いのですが、今回は応用。お花や花火なんかの表現にぴったりの方法を紹介しますね。作り方はこんな感じ。トイレットペーパー芯の片方の縁、こちらを細かくカットしていきます。押してみるとこんな感じ。ずらすように回しながら押すと、とっても綺麗な表現が簡単にできますよ。
今回はほぼ廃材を使って作れるスタンプアイデアを紹介しました。保育園なんかでスタンピングを楽しむときに表現の幅を増やしたいとき、そんなときなんかにご参考くださいね。それでは今回の動画はこれでおしまいになります。他にも制作系動画や保育士さん向けの記事などもございますので、ぜひ見てみてくださいね。最後まで見ていただきありがとうございました。また見に来てくださいね。